感無量です。はい、9回は新井選手からつないでつないで、そして檜山さんに打席が回ってきました。どんな気持ちでバッターボックスに入られましたか？まあ、みんなで、ね、作ってくれたチャンスなんで、まあ、なんとか、勝ちに結びつけたいなとは思ったんですけど、その前に、ね、三振したいことがあってきたんですけど、まあ、なんとか本当にファーストに当たって、ね、ファウルになってたんで、アピールプレーが出てます。いい目をいたよなら、やそしてセンターに飛んだ後も赤松選手が見えたような当たりでしたね。そうですね、まあ自分の目ではショートバウンドで取ったというふうには見えたんで、自分の目の前の球ね、さっき入れたんで、早く手が出ていけという指示を出した。やはりこれだけ多くのファンの皆さんの後押しがあったんでしょうか？もちろんそうですね。ライト方向の見事なバッティングでした。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。桜井さんが自分に入る前に阿部投手が非常にいいピッチングをしていました。そういう意識もあったんですか？そうですね、変だからね、いいピッチングしてたんで、変だね、変だね、そして今日は夏休みということで、多くのお子さん連れのファンもいらっしゃいましたね。いいホームラン見づらいかったんじゃないですか？そうですね、こういうね、夏休みの時にね、満員に入ってくださっている皆さんの前で、ホームランで最高です。3カード連続勝ち越しということになります。一緒に来て、ここで戦いましょう。よろしくお願いします。